最高位戦日本プロ麻雀協会所属友添俊之です。麻雀プロになったきっかけは、自分の店作ったからです。16年前ぐらいに雀荘を立ち上げて、実はその時16年前にね、日本プロ麻雀連盟さんの、関西支部に入ったんですよね。一瞬でやっぱ自分で雀荘作ったら店の宣伝にもなるし、プロがいた方がいいだろうっていう単純な思いで、麻雀プロに最初はなりました。でただね、その時の僕はちょっとあんま考えてなかったので、オープニングスタッフ僕以外に3人アルバイトの子を連れて試験受けに行ってて、でその頃もプロになったんですよね。そしたらこうリーグ戦とか研修とかあるともう店回らないんですよ。誰も店出る人いないし、でじゃあもうちょっと俺だけ仕方ないし諦めて辞めるわって言ったら、もううちの子らも連盟さん辞めることになって、で一回プロのところから離れて、ただ8年前ですかね、最高位戦今所属している団体が関西本部を作るということで、そこの立ち上げの方にそういう話を聞いて、じゃあ僕も店も落ち着いてきたし、麻雀も自分強いし、それをこう世に知らしめたいなと思って、再度プロになりました。でも最高位ですね、その僕の所属している団体の一番上のタイトル、リーグ戦をこう下から上がっていって A1 リーグまで上がって、年間リーグ戦戦って3位までに入って、で前年度の最高位というそのタイトルを取った前年度の人と4人で20ハンチャン打って、でそこで勝つと、最高位戦の頂点に立つんですけど、そこを目指してます。ただ2年前ぐらいかな、3年前ぐらいに一旦中断というか、なんだろう、終わっちゃったけど RTD リーグってあったじゃないですか。皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、それに本当はね出たかったんですよね。40歳までに A1 リーグ行って、それまでにでかいタイトル2個ぐらい取って、で RTD リーグに出るような選手になりたいなと思ってたのはありました。はい、だからね、よく結構上がるんですよ。ですごい泣くし、だけどあんまり振り込まないんですよね。そういうねジャンプですというか、僕そもそもゲームがめっちゃ強いんですよ。で、まあ、UNO でも、大富豪でも、まあ、なんでも強いんですけど、そういう、こう、ゲームの中での、こう、システムの中での最適、こう、ゲーム内最適を見つけて、それを繰り返しやり続けていけるっていうのは僕の強さなので、どんなルールでも適用して、一番得な選択を繰り返していけるっていうのが特徴かなと思ってます。麻雀のルールにもそれが、発揮できてると思ってます。影響か、受けてないと思うんですけどね。それはねちょっと僕が影響を受けてるって思いたくないだけなんかもしれないですけど、結構いろんな人にはなんか変わったよねって言われるんですよ。麻雀の内容もあれそんなんやったっけとか、これもっと泣いてなかったみたいなこと言われるんですけど、僕自身は変わったつもりはないというか、誰を目指してるとかもないんですが、実際そんだけ言われるってことは徐々に変わってきてる可能性はありますね。でなんかこれちょっと長く喋っていいですか。プロに入って半年ぐらいかな、1年ぐらい経つか経たないかぐらいの時に、竜王戦っていうタイトル戦が最高位戦にあって、それのトーナメントで結構いいとこまで行ったんですよ。準々決勝ぐらいかなまで勝ち上がったんですけど、そこで出てきた廃止がちょっと話題になって、福地誠さんになんか取材してもらって近代麻雀に乗ったんですよね。結構なんか前の方で関東カラーみたいなんで、その廃止がまず678が2つあって、6枚ね、まずでピンズで334と67でダブトンが2枚あったんですよ。でこのダブトンがドラなんですけど、で8が出たんですよ。パーピンがでチーする、でピンズの334のうち3を切ったらリャンウーピン待ち、3色ドラドラドラのトンがヘッドで、数ピン切るとトンと3ピンのシャンポンで、安めだったら3色ドラドラ、高めだとダブトン3色ドーラー3みたいなインパチになる手があったんですよね。それで僕はパーピンが出てチーしたんですよ。で数ピンを切ってシャンポンに受けて、でトンを積もって6000オールになったんですよ。これを泣くかどうかみたいなのを
当時まだ2年目1年目終わりぐらいの僕の配信で関東カラーで載せてくれて、いろんな人が意見くれたんですよね。その金子正輝プロだったらこう打つとか、石橋さんだったかな、石橋プロだったらこう打つみたいなのが載せてもらって、当時としてはね、パワーピン出たら絶対泣くやんと思ったんですよ。テンパイって偉いし、で3ピン切るか数ピン切るかのだけの話かなと思ってたんですけど、泣く人いなかったんですよ、当時のプロで。そのコメントくれた人は、でこれハネマンにするんだったら泣かない方がハネマン率高いと、ビーズも3色ドラドラみたいな形にする方がいいじゃんみたいな話があって、パワーピンは1枚目はスルーするって話があったんですよね。で、え、遅ってその当時は思ってたんですよ、そんなんしてたらと思ってたんですけど、今はね、多分僕泣かないんですよ。っていう意味で今変わったなっていうのをちょっと思い出しました、急に。なんかね、例えばパーピン1枚目泣くでしょ、世の中に1枚目のパーピンのパーピンチーする処理反面できなし親が、でドラがダブトンで、そこでね3ピンとか切ったらね、なんかもうみんなすごいさーっと引いていく感じがわかるんですよね。みんながもうあれこれ親やばいぞっていうことでだいぶ守備的になるのをすごい分かってて、数ピン切ってそのなんでしょう、3ピンとダブトンのトイシャンポンにしたら、まあ、ダブトンなんかもその感じで出てこないし、3ピンもそうなんですけど、まず4枚しか間違いないし結構上がりづらいなと。でチーして逆にその数ピンかな切ってリャンウピン待ち受けた場合、まあ上がれるかもしんないけど、まあ、なかなかそんな感じで出てこないプラスリャンウピン積もってもう2000オール出てもこうか、なんかその手配をね、その早い段階でもらって、これで上がりづらい形にするのってなんか損な気がするなと今は思っていますね。はい。